正しい愛って一体どんな愛なの？正しい男を見つけて愛すること。正しい男って？一緒にいて自然体でいられる男だ。それじゃ友達と変わらないじゃない。友達とはできないだ。どんだけ持たせんだよ。もう結局それが問題なわけよ。このムラムラのせいでもういろんなことがややこしくなってくる。女だってもう終電逃してんのにまだ一緒にいたいって言って、あれムラムラだろ。私はそういうのしない。そういう時はちゃんと遅い。かっこいい。いいね。じゃあ襲って襲って。え？何？できないと思ってんでしょ。はい。何やってんだろう私たち。バカみたい。本当バカみたいだ。ねえねえねえ、ムラムラした？してないよね。ねえは私のこと女として見てないか。世間は成立しないって言うけど、私たちは成立してる。何が？男と女の友情。それは陽が俺のことを男として見てないから。じゃあなんで言ったの？ん？あの時絶対に好きにならない。好きにはならないから。うん、絶対ならない。それは無理なんだけど。それは出たらこの子でしょ。それ言ってくる。ああ、もし。あ、ごめんごめん。うん、話してた。なぜ隠れるの？二人がイチャついてるのを見たくないから。なんで？レンは親友でしょ？だったらなんであなたはここに逃げてきたの？もしもし、レン寝ちゃったみたい。あ、そうですか。じゃあ今日はもう戻らないってことですか？無理ね。じゃあ今日は二人で泊まるってことですか？心配しなくて大丈夫。私にとって彼は女で、彼にとって私は男だから。